パジャマでございますということで、昨日の、バティちゃんアドちゃんの動画見ていただきましたでしょうか。今日はみんなで同窓会やということで、レジェンド軍団、まあ過去にも動画出しましたけども、新しいスターバディちゃんスターまあ参加しましたので、もう一回やっていきたいと思います。まあ誰だろうね、新しく入ったのはバティちゃんとジーコちゃんぐらいか。まあジーコちゃんもね、ちょっとどうしようかなと思いましたけども、ジーコちゃん入れてます。でロナウジーノにジーノちゃんが、まあ、同じブラジルの後輩ということなんで、ちょっと今回ね欠席していただきまして、ベンチは、サムエルでしょ、オーウェン、フィーゴ、あとはネドベド、ベッカム、そしてジーコ、ロマリオということで、やっぱりね前の選手が多くなるレジェンドは。なで中盤がちょっとまあ少なかったんで、持ってる人が、持ってて使いたい人が、なので4トップにしました。もう豪華なこの4人でどんな爆発を、みたいな。正直ね2トップがきついんですよ、やっぱバティちゃんアドちゃんが何もできないんで。じゃあ3トップするかっていうと、なんかちょっとまあ人的にもちょっとハマらなかったし、まあなんかこう普通な感じもするし、トゥナルでやってももうパーティーだと。で前に撮ってた4トップね、この動画1本のためだけにトレーニングコーチ、トレーニングコーチじゃない、相性を上げるやつを40個以上使いましたね。しかも僕ジーコのこと忘れてて、ジーコ入れてなかったんですよ。で誰だったっけな、フリットかなんかが60ぐらいだったんで、あこれは上げようと思って20ぐらい使って、であーと思ってジーコ忘れてて、また20ぐらい使って、であーと思ってて、またデルピちゃん忘れてて、正直デルピちゃんはまあ何度か動画に出してるんで使わなくていいんですけど、勝ちたい、シンプルにデルピで勝ちたい、そういう感じでやっていきたいと思います。ということでコメントいきましょう。落花生さん、フィルミノの声が聞こえないということで、フィルミノはまあね、やっぱね、はい、うん、スーパーロージャックさん、トップ下ジーコ期待してましたということで、ちょっとねトップ下はできないんですけど、ジーコ、あどうしよう、これはバティちゃん外した方がええ的な。オーウェンは ST、 あできないんだ、だったらもうこうでしょ、ツートップ、あまあ、最初ツートップ見よう、うん。でサムエルが、あサムエル、あサイドバックどっちも死んでるじゃん、これがありますよね、やっぱレジェンドは。マテウス、ジーコセントラル、あまあ、一応適性あるよみたいな。ちょっとやっぱ ST で出したいんで、後半出しましょう。なので、ネドベド、ベッカム、どっちかな、守備力が高いのは、でもマテウスの方がいいね。ここじゃいっちゃう、ここ。みんな大好き、フィーゴ。もう最後だからね、ほんと。ただ、昨日やっぱね、昨日の動画で僕気づきました。バティストゥータのヘディングのなんか強さ、うさんくささがあるんで、もしかしたらフィーゴ、なし崩し的にチャマンジェスタに入ってくるって可能性あるんで、本当は嫌なんですけどね。本当は嫌なんですけどね、まあ、使っていきたいと思いますけどね。あとはササペルさん、こういうロマン動画を待っていたと。ユウトさん、チャマのファンネームって何ってことで、ファンネームって何ですかね、ファンネーム。ユウト欅坂だから、欅坂のってこと、アイドルファンのツイッターアカウントの名前みたいなこと、なんでしょう、ファンネームちょっとわからないので教えてくださいということで、うんぱるんぱ、うんぱるんぱ、パッパーパッパ、ちょっとねえ、これはもう正直勝つよ、勝つけど、やっぱ守って勝つことはできないと思う、中盤2枚だから。だから攻撃しまくってもう殴り合い、これでいかないといけないということで、お願いします。アドちゃん、アドちゃんとバティちゃんにカウンターターゲットつけようか、ちょっと守備力がね怖いよ、これは、これは、あ、だだだだだ、楽しそうにされてる、これは、あ、ナイス、トルドっていうね、キーパートルドがちょっと怖い、あ、こいつ、低弾道ついてないのか、あ、ナイス、おっと、おっと、ナイスボールコントロールから、待てよ、さあ、1人足りないぞ、フィーゴ、フィーゴ、いや、くっさい、くっさいクロス上げたな、フィーゴ。なんだ、ちょっと無理した体勢だったとはいえ、フリット頑張れ、フリット届かない、フリット届かない、
うわオフ危ないね、フリットやばいね、この辺後ろやばい、後ろフラズル軍で終わりだ。ちょっとカウンターターゲットつけよう、スタミナがねやばいと。ここ中盤をちょっと変えたいんで、あの2人のスタミナがなくなるっていうのはちょっと怖い。あと単純にもう、あ、ゲーゲンプレスじゃない、守備は正変やろうということで、これでいきましょう。で、僕前の作品だとサイドバックを、偽サイドバックかな、忘れちゃったけど、なんか中に上がっていくやつにしてたんだけど、いいねサネッティ。あ、バッチちゃんいるよ、フィゴ、フィゴ、いや足遅いんだよなフィゴおい分かってただろお前。そ、あ、ここやばくない、中盤、中盤グイーン上がってるけど、もう本当に後ろ4枚で受ける感じだ。あ、おお、ナイストル、ナイストルだ、オッケー、ナイスサネティ、よしよしよし、ここ、ここ大事よ。縦当てのサイドで、ここワンツー狙っていくみたいな。で、ここ、あー、ちょっとそこ通ればね、もう、もうまたウイングが空いてたんで、これ厳しいな、マジで。これ厳しくないか。あ、ナイスフリット、ロベカルに、ちょっと俺に戻されてもみたいな。こっからチャンスだから、いや、デルビちゃんがいいわ。あ、いいパス、え、いいパス、はい、アゾちゃん、おお、こう、アゾちゃん、アゾちゃん、すごい、誰、フィジカルで勝てなかったけど、初じゃない、アゾちゃんがフィジカルで勝てなかったの。ナイス、ナイス、ビエラはいいわ、いいよ、いいね。ただ中に誰もいないんだよな。デルピー来た、フィーゴの、フィーゴのクロスからデルピー、臭いゴール決めていきますねこいつは。やっぱレジェンドやばいわ、何かが起こる。ただちょっとウイングからのねサイド攻撃になっちゃってるねこれ。中央でなんかしたい。あ、これアトちゃん、アトちゃん決めろ、クソクロスしかできない。ちょっと考えよう。ロベカル、ロベカル、ロベカルはね、いいよ、ロベカルはマジでいいよ。ここはマルディーニ、あ、ね、あ、ちょちょちょ、 OK ナイス。サネッティよ、サネッティとかはそんな悪くないからね。これで、あ、これ打てるんじゃないそのまま。いや、やばい、やばいね、マジでゴリラだね、ウォーみたいな。ここチャンス、ここチャンス、バティちゃん、アドちゃんいますからね。バティちゃん、アドちゃん頼むぞ。どこいる、真ん中2人がバティちゃん、アドちゃんか。ヘディングですらして、もし触れるんじゃないこれ。あ、いいね、読まれているが、うわ、シューキャン一発目入んなかったわ。さすがバティちゃん、ちょっと調子が悪いと。あ、やばい、ビエラ、オッケー、危ない、ファール、え、どっちの、相手のファールですね、危ない。もうバツのさ、バツパス押してたのが、それがたまにタックルになる時あるからね。ナイスバティ、オッケー、よし、マジでフィーゴ頼みのサッカーになってるぞ。あんなに意味、意味嫌っていた。あ、出ちゃった、なんだこいつマジで。あれ、ちょっとドリブルの感覚っていうのかな、入力が入るタイミングがちょっとね独特なんで、フィーゴ、ああいうのもちょっと出てきちゃうよみたいな。あ、いいね、あ、バッティ、もうパス悪いわそれ、誰だ今の、マテウスか。今のは普通にシンプルに流れていく感じのパス出しはよかったのにね。あ、サネッティの安定感やばい。フィーゴ、おー、落ち着いてるね。ここ空いて、いやー、もう一個アドちゃんでもよかったか、中向いてね。あ、やばい、これやばいよ、出せない、お、出せた。ロベカル上がってくるかな、ロベカルの上がりを使って、いや、フィーゴ、いや、フィーゴ、シューキャンやばい、シューキャンボール跳ねまくってたな。ナイス、アドちゃん、
ロベカルもう一回、あ、サイド行くと見せかけて弾丸ミドル、うわー、まあ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 、左だっけ、ロベカル左利きだよね。ちょっと中盤下がってほしいな、ここゴールキック、マルディやばいわ。いやー、立て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 、クリア、オッケー。まあなんとか攻めれてるけど、ちょっと中央攻めしたいね。クロスしかできてない今。ちょっと下がる、下がりね。あ、ここ CMF だからか。ちょっと DMF にしよう。さすがにちょっと、まあでもそしたら2人とも上がってこないか。まあでも4人いたらカウンターできそうだからね。正直まあ詰まっちゃったら、まあ、詰まる前にもクロス上げちゃえばいいのか。なんか起こるでしょ。あそこ2枚が残ってるのはきついね。あ、バッチちゃんいいじゃん。バッチちゃんがいい感じでライン下げて、アドちゃんがそこに入っていく。で、ここがこう。はい。はい。打てない、おお抜けた、下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 。ああ、呼んでたんだけど、間に合わなかったね。おお、フリットナイス。あ、やばくないこれ。マルディーニ残ってたな、危ない。マルディーニが、さあロベカルのドリブルがここから見られるか。サラーは速いわ、おお抜いていく。あ、怖い怖い、この距離感怖い。オッケー、逃げた、すいません。ちょっと、あ、アードちゃんいいんじゃない、この追い越しがないのか。あ、いいんじゃない、アードちゃん。いや、グラウンダークロスが強すぎて浮いちゃってんじゃん。マジでミドルシュートみたいな、あれトラップできない。あ、来た、これ、いや惜しい、ビエラあ、取れない、ナイス。いや、ビエラの守備力やばい。あ、いいね、いい、来た来た来た、バチちゃん、バチちゃん、奥もあるよ、奥も。うわー、デルピエロゾーン来た。いや超気持ちいい今の。だからバティちゃんで打ちたかったら、でもね、バティちゃんで打てないのか。バティちゃん、アドちゃんのなんかこう豪快ミドルみたいなのが、あ、ここ空いてる、やばいやばいやばい。オッケーオッケーオッケー、あ、ロベカル行こう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 、ナイス。ちょっとあそこやっぱスピードないからかぶち抜けられないね。オッケー、中走ってくれ、無理か。お、一番アドちゃん、いや来た、アドちゃんの、アドちゃんの左足が炸裂。そろそろ交代か、そろそろ交代する。あ、やっぱ、あ、2人ともまだちょっとスタミナ残ってるね。ジーコちゃん行く、ジーコちゃん行くとしたらここなんだよな多分。うん、ここでピンポイントクロスあんの、ピンポイントクロスはない。ワンタッチパス、ワンタッチシュート、アクロバティックシュート、ドロップシュート、中央でね、中央でやらしたいところだけど、サムエル行くか。ちょっとサムエル、サネッティが疲れてるんで、こうしますか。まあ、適正ないからセンターバックにするか。4CB の方がいいかな？あ、できないか。ここだね、ここ。デイビッド・ベッカム。ネドベド。ベッカムにするか。ネドベド。オーウェン絶好調、なぜ出されないって思ってんだろうね。なんでバティちゃんなのって。オーウェンちゃん絶好調の方が絶対いいよ、つって。思ってるね。これ喧嘩になるな。でもそれごめんねと。動画撮ってんだっつって。あ、ナイス。いいよ。いいよ。バティちゃん。あ、クソ。ちょっとグラウンダークロス。あ、ベッカムじゃん。あ、読まれてた。来た。ジーコちゃん。あ、バティちゃん。ディフェンスの後ろから。え、どういうこと、
完全ディフェンス後ろいたよねバティちゃん豪華すぎるぞこれ今のはマジで科学では証明できないぞ今の臭いことやってくるな多分オウンゴールだよねマルディニ落ち着いているあこっち取るぞお前蹴るな勝手にこういうのもできちゃうあ無理だねジーコちゃん臭いパス出してくるなほんとここ簡単にパあバッチちゃんあアートちゃんオフかなないいやーそれは無理かそこでシュン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 ってね多分オーウェン絶好調あれ取ってただろうねあ奥かあくそ奥かグラウンダーかと思ったんだけどないや取るぞちょっと今不安かなと思ったけど意外といけてるよあデルピエロゾーンあないよデルピエロゾーンはないよビエラが上がってる気持ちいいデルピやっぱフラスルかなんかもあフラスル低いんだっけなあでもね多分コントロールカーブの値が高いんでわお切れてるな誰だあいつ今の誰完全に切れてたね老害はすっこん突っ飛んでろみたいな感じではい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  OK アドちゃんあ無理かカーソル変えるかな思ったけど呼んでああもう動きが重いちょっと待ってこれは危ないよあサムエルいやサムエルちびっこだったらサムエル反応はしてたんだけど届かなかったよし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 ちょっとバティちゃんアドちゃんのズドンが見たいんだよな俺あいいね惜しいあいいね左かなり警戒してるわオッケーうわーまあ無理角度なかったから今のちょっとおふざけだなやりすぎたでもあれもちょっとね入ってく入れあれも決めちゃうバテちゃん見たいバテちゃんじゃアドちゃん見たいよなやっぱナイスロベカルオッケー走れうわこれうっもう事故らせろクソいや勝ったいやまさかかあオウンゴールになってるわバティちゃんのやつどうなってんのちょっとバティちゃんのやつ見よ相手あれだな指定ゲンだったんだ相手はキーパーがボンバーだったあ FP だよねでもねいやこれはあ21分もオンゴールどれだあこれかでもこれはオンゴールじゃないよねもうねこれは普通にデルピのゴールにしてほしいなもう終始臭いフライパス上げてたフィーゴさん一発目のあの臭いフライパスあれどうやって上げるんだろうな他の人で上がったことないからなあれ これもねいや、まあ、これもフィーゴからなのねフィーゴからああ、まあちょっと指定弦がナイスすぎたけどちゃんと手こうやって動いてるねこうやってこう伸ばした後にボールが低いからこうやってこうしてるわロベカルあこれもね利き足で見たかったね多分あ左だっけ違うあ右で蹴ったよね今ねこれ良かったこれちょっと待たしてこれだからねパスコース作ってねデルピエロゾーン中入っていく感じでプレス来てたからね外入っていったらずれてったっていうのでバティちゃんのパスコースが出てきたとこれはゴールがアドリアノロベカルがアシストあこれいいやつだダーンこれは気持ちいいねてかサイドからのフラスルだねほんとこいつらサイド攻撃ばっかだねクロスとかサイドからのフラスルとかあーいいシュートで、バティちゃんよね。バティちゃんはあのオンゴール一発だけ。あ、これだね。カンセロ。うんうん。
ああそうだね、触ってないわなんか触ってからオンゴールになったのか、全く触ってないね、胸トラだねただガッツポーズはしてました今。いやー良かったですね、これですか、これ豪華ですね、やっぱりスカットがね金になって豪華になってきますけども、あんま強くはないですよねやっぱね後ろがやばいね、前は戦えんのかな、単純に 4-2-4 のシステムの弱いところでもあるとは思うんですけど、まあ去年もそうだけど 4-2-4 結局こうなんていうの、初見でさ90分で対応できない人をなんていうんだろう、初見殺しっていうのかなみたいな形なんで、対応されるとやっぱ弱点っていうのねあるんですよね、やっぱ派手な形でちょっと尖ってるものってその分どっかへこんでるんで、あこいつこの 4-2-4 ここが弱いっていうのがバレたら勝てなくなっちゃうんで、それがバレたらボンバーかなと、あーヒヤヒヤはしましたけどね。いやーでデルピエロ、ジェズス出てないのが、まあ、ロマーリオ、まあ、ロマーリオとか普通にみんなガチスカで使ってるんでまあいいかな、うん、でネドベド、オーウェンぐらいか、マルディーニ、そう、あクライフも出てないね、まあ、クライフとかマジで普通にただ強いだけだからね、レベル上げてないのにこれだから相当強いよ。あれ俺クライフって2人持ってる、もしかしてレベルマッコ、あでも30か、食わすか、食わそう、クライフ、そう今回の レジェンドガチャでかぶっちゃったんで食わせますか、爆発してほしいねこれね。どこだクライフ、はい、レベルトレーナーにしますと、あまだそんなに残ってるってことね、あれこっからレベルトレーナーにできるよね、こっからか、違うな、選択してだね、選択してレベルはちょっと頭がパーパーパーになってるわ、何なのこの、いやちょ待って、わざとしてないから本当に、こんな聞かれる、あそっか、レアリティブラックのやつはパーパーだよっていうのを言われてるわけね、爆発してくれ、クライフはちょっと鬼だからね、あもう一人でもまず1万いくからね、5倍爆発、まあまあですね、一人で5万はやっぱでかい、おスピード瞬発92、スピード89、決定力87、キック力84、オフェンスセンスが意外と低いんだね、89しかないよ、なんかオフェンスセンスの塊みたいなイメージあるけど、はい、ということで、まあ、ここまで上がりましたよと、ちょっと楽しいですねやっぱりね、勝率がどうなるか分かりませんが、まあ、これたまにね続けていきたいと思いますんで、ぜひぜひまた見てくださいということで、まあ、アドッチャーこういう風に見たこの試合でもね分かった通り、やっぱバティちゃんよりアドッチャーの方が使い道はあるかなと、うん、バティちゃんの方がいろいろできるんだけど、アドッチャーの方がもうこれしかできないっていうのが最強なんで、使いこなすのは簡単かなみたいな、バティちゃんはねポジショニングがいいんで結構いろいろ動いちゃうんですよね、うん、まあでも楽しかったんで、皆さんもぜひ感想などコメントしていただければと思います。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。コメント、チャンネル登録よろしくお願いいたします。さようなら、パー。まったねー。